はい、こんにちは。こんにこねこです今回は、角川文庫さんが出している、レ・ミゼラブルと、ノートルダムのパリの、省略版。省、ま、略、あ、っていうのは、原文の一部を抜き出して翻訳することですね。まあ、その、省略版に、物を言わせてもらいたい、と思います。値段はね、含みませんので、見どころなども安心してご覧ください。さて、結論から言います。角川文庫さんが出している、 レ・ミゼラブルとノートルダム・ド・パリの小役版ありです非常に役に立ちましたありがとうございますぜひね皆さんもレ・ミゼラブルとノートルダム・ド・パリの原作を読む前に角川文子さんの小役版をね一度読むことをお勧めしたいですこれ理由があります私多分他の作品であればそこまでね小役版はお勧めしないんですただことレ・ミゼラブルとノートルダム・ド・パリの作者 ヴィクトル・ユーゴーの作品に関しては、省略版、良いと思います。というのは、ユーゴーの原作の文章、めちゃくちゃ長ったらしくて、まどろっこしくて、しかもですね、しょっちゅう脇道に入るんで、初めての人にはなかなかきついんですね。例えば、レ・ミゼラブルですが、原作だと、民衆の革命の炎が燃え尽きようとする、まさにクライマックスのシーンで、 いきなり唐突にですよパリの下水道の歴史の話が展開されたりするんですまあ、それも30ページにわたりですもうね初めての人はとなりますえ民衆はどうなったジャンバルジャンはどうなったとまあ、これね融合にとってはちゃんと意味があるんです下水道の歴史を語ることで読者に下水道の衛生状態の改善を訴えているんですが まあ現代の割れ方からすると、物語のね本質とはほぼ関係ない話をいきなりされるわけです。ノートルダムのパリにもそのようなシーンがあります。こちらも物語の途中で、当時のねパリの建築物について語るシーンが60ページほど差し込まれるんです。まあ、前半15ページほどはタイトルにもなっているノートルダム大聖堂のことなので、まだいいとしても、 残りの40ページはもうただただパリの当時の家屋の様子や景観が述べられているんですいやもちろん、まあ、それはそれで当時のパリの様子を知れてよいのですが、まあ、初めて読む人によっては60ページぐらい本数紙とは離れた話をされるのでもうね元のストーリーが何だったのかよく分かんなくなってしまうんですよねまあその点「小約版は」はとりあえず本数とは関係ないシーンはがっつり削っているんです まあ特にね、ノートルダムのパリの方はもうこれでもかということをガッツリ削っています上下ね、1000ページはあるですね作品を200ページくらいにしてるんですからまあ対して、レー・ミゼラブルの方は2000ページほどの原作を900ページほどに削っていますこれでもね、だいぶ違います本筋の部分だけが抜き出されているのでかなりね、読みやすくなっているんですね まあね、ミスラーブルとノート・ダム・ド・パリ、まあ、原作もねとても素晴らしいんですが、まあ、どうしてもね本筋から離れる箇所が多くて初めて読む人には物語がなんだかわからなくなってしまうのがたまに傷ぜひ、まあ、ね最初に角川文子さんが出している「省略版を読んで大まかなストーリーを把握した後に作者融合のなかったらしいしかしそれが魅力の原作に挑戦していただければと思いますさてただ一つ角川文子さんにお願いしたいことがあります できれば、表紙に、小薬版と大きく書いてほしいです。いや私、レイ・ミゼラブルもノートルダム・パリ、もう、二つもね、原作だと思って間違って買ってしまい、まあ、途中でね、小薬版だと気づきました。まあ、そこをね、改善さえしていただければ、すごくいいんじゃないかなと思います。まあ、ということで、今回は、角川文子さんが出している、レイ・ミゼラブルとノートウダム・のパリの小薬版について語らせていただきました。と、このように、このチャンネルでは毎日、1回、 読書に関する動画を投稿していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ